ペルガモンは、小アジアのミュージア地方にある古代都市。スミウルナ北方のカイコス川下畔にあり、エーゲ海から2 5トルの位置にある。ペルガモンは、紀元前3世紀半ばから2世紀に、アッタロス朝の都として繁栄したヘレニズム時代の都市で、ある。その外交は以来後、あとエフェソスであった。ローマが、紀元前129年に小アジアの西南部に、アシア族州を設けた後、 ペルガモンは、エフェソスと共に、この属州の中心都市となり、繁栄を続けた。ペルガモンのアクロポリス遺跡は、標高335メートルの丘の上にあり、一群の建造物で構成されていて、城司と呼ばれている。その下方には、中市と下市が広がっている。城司には、宮殿、トライアヌス神殿、アテーナー神殿、劇場、ゼウスの大祭壇、アゴラ、図書館、 武器庫の遺跡がある。上司の遺跡の一つ、ゼウスの大祭壇は、残されていた壁面彫刻などを使って、ベルリンのペルガモン博物館の内部に復元、展示されており、王子の勇士を再現している。アッタロス長は、ヘレニズム王国の一つで、アレクサンドロス3世の衣装リュシマコスの財宝を管理していた、フィレタイロスの配信行為から生まれた。紀元前2世紀半ば過ぎ、 アッタロス一世が建国し、繁栄を極めた。紀元前133年、アッタロス三世が、領内のギリシアの独立ポリスを除き、アッタロス町の領土を共和制ローマに移動したことによって、アッタロス町は消滅した。ペルガモンの文化の発展の度合いは、図書館が一時アレクサンドリア図書館に次ぐ規模に達していたことに象徴されている。蔵書の作成に使われたパピルスは、 品不足の影響もあって、エジプトのプトレマイオスはから輸出を停止されたほどであった。そのため、パピルスの代替するものとして、同国で羊皮紙が生産されるようになった。羊皮紙を表す言葉の語源は、ペルガモンに由来する、例、英語のパーチメント。紀元前3世紀の劇場。ありがとうございます。